これはもうほんと買ってよかったなって思います。それぞれ違う良さがあって、これはなかなか面白いと思います。皆さんこんにちは、スチーショーレゴブロだ、ヒデイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴドリームズクロコダイルビークルです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは私がずっと欲しかったレゴドリームズです。ちなみにこちらはトイザラスのサマーブラックフライデーセールで半額以下で買うことができました。めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、外箱はこのようになっていて、もうこのクロコダイルバギーめっちゃかっこいいですよね。ちなみにクロコダイルバギー以外にナイトライダーのバイクもついております。で、このナイトライダーのバイクがなんかすごいかっこいいですよね。はい、箱の後ろはこんな感じです。レゴドリームズは先にベースから作って、ここからパーツを組み替えて2通りの作品を作ることができます。こちらのクロコダイルビークル以外にこちらのオフロード車に組み替えることができます。こちらの定価は9480円で、ピースは494ピースです。はい、まずはベースとなるバギーカーとナイトライダーのバイクが完成しました。で、作って思ったのがこのバギーカーなんですけど、思ってたより結構でかかったです。で、あとはこのナイトライダーのバイクもめちゃくちゃかっこいいです。ちなみにこれを全部組み立てるのに全部で1時間10分かかりました。では、今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、はい、シールを貼り終えました。ちなみにシールなんですけど全部で5分で貼りました。では、今回のこちらのセットに付属するミニフィグを紹介したいと思います。付属するミニフィグは全部で3体で、左からクーパー、ジェイデン、ナイトハンターです。ジェイデンのミニフィグについては前回作ったマテオと Z のメカロボットについてくるものと同じです。まずはこちらのクーパーを見ましょう。ちなみにクーパーはレゴドリームズの主人公の一人です。一応公式サイトで少し見た程度なんですけど、レゴドリームズの主人公は確か 4,5 人ぐらいいます。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。右手には砂時計を持っていて、左手にはハンマーを持っています。このクーパーのミニフィグなんですけど、なんかスーパー戦隊のスーツみたいでちょっとかっこいいです。ちなみにクーパーのミニフィグはリバーシブルフェイスになってますので、このように顔を回転させることで表情を変えることができます。この表情は寝ていますね。で、さらにクーパーにはこちらのヘルメットがついていますので、これを取り付けると、これで戦隊ヒーロー感すごい出ましたね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、続いてはこちらのナイトハンターのミニフィグを見ましょう。このナイトハンターめっちゃかっこいいですよね。左手にはこれなんだろう、ボーガンなのかな、ボーガンを持っています。で、これ作って思ったのがこのナイトメアハンターのフィグなんですけど、左手と右手が色違うんですよね。右手が黒で左手がシルバーになっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみにナイトハンターのフィグはリバーシブルフェイスはありません。ナイトハンターの何がかっこいいのかというと、まあ、あの名前もそうなんですけど、ナイトハンターのミニフィグのプリントパーツめちゃくちゃかっこいいですよね。なんかちょっとパンクロックバンドっぽくて僕はすごい好きです。ちなみにマフラーは軟質パーツとなってます。はい、続いてはこちらの2人で、左がこれがスネイビルで、右がローガンです。はい、まずはこちらのスネイビルを見ましょう。このスネイビルの頭部なんですけど、通常のミニフィグヘッドの約2倍分大きいです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。もう本当に敵の子分みたいな感じですごいいいと思います。はい、そして最後はこちらのローガンです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。大きさは先ほどのスネイビルとほぼ一緒で、頭部についてはミニフィグサイズになってます。で、ローガンのミニフィグはこのようにリバーシブルフェイスとなってますので、このように回転させて表情を変えることができます。はい、表情を変えるとこんな感じです。
はい、続いてはこちらのナイトハンターのバイクを見ましょう。これ先ほども言ったんですけど、このナイトハンターのバイクめっちゃかっこいいですよね。ちなみに僕は前の動画でレゴクリエイターのバイク作ったことあるんですけど、あれはミニフィグが乗るサイズじゃなくて、もう本当に完全に飾りだったんですけど、これはもう紛れもなくミニフィグが乗れるバイクですね。いや、これはすごいよく作られてると思います。そしてナイトハンターのバイク以外にこちらのスネイビル専用のバイクも付いております。まずこのスネイビルのバイクを見ましょう。全体をぐるっと見ますとこのようになっております。このバイク自体は結構小さいんですけど、よく作られてると思います。マフラーから炎が出ていて、ヘッドライトはナイトメアモンスターの目のプリントパーツをしてます。そしてこのポッチの部分に先ほどのスネイビルを乗せることができます。でこのまま転がし走行で遊べることができます。はい、続いてはこちらのナイトハンターのバイクです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。全体的なカラーはブラックベースになっていて、差し色にマゼンタやクリアピンクが使われております。上から見るとこのようになっていて、操縦席にはメーターがついてます。そして後ろはこのようになっていて、後ろのこの部分に先ほどのジェイデンをこのように乗せることができます。文字力は結構安定していますので、そう簡単に取れることはありません。でこのナイトハンターのバイクのギミックなんですけど、この部分がシューターになっていますので、ここを押すと、はい、このように発射させることができます。ではナイトハンターを乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。このままこのように転がし走行で遊べれます。はい、スネイビルのバイクと並べるとこんな感じで、もうこれ完全に親分と子分みたいな感じで、すごいいいなって思います。はい、続いてはこちらのバギーカーを見ましょう。バギーカーのベースは赤色になっていて、めちゃくちゃかっこいいです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。フロント部分の造形は結構シンプルになっていて、フロント部分に合体用のヒンジがついてます。僕はこういったところがめちゃくちゃ大好きです。続いて側面はこのようになっていて、側面のこの部分にも合体用のヒンジがついております。ちなみに側面のこの部分なんですけど、このパーツ以外は全部シールになってます。そしてエンジンから炎が出てます。続いて操縦席はというとこのようになっていて、結構中身はさっぱりと割り切ってますね。この部分がシートで、ここがハンドルで、ここが助手席です。ミラーについてはこのパーツで再現されております。はい、そして後ろはこのようになっていて、ちょっと見えづらいんですけど、この2つがテールランプになっております。あとは合体用のヒンジやパーツがついてます。タイヤがついてますので、このようにコロ走行で遊べれます。ではミニフィグを乗せましょう。ちなみに乗せ方はいつも通りなんですけど、このテクニックの軸に当たりますので、いつもより腕を上げておく必要があります。で助手席にローガンを乗せて、ハッチを閉じれば、はい、こんな感じです。続いてこのバギーのギミックなんですけど、このフロント部分に穴があって、ここにディスクを入れることができます。そうすると後ろのレバーがありますので、これを押し込むとディスクを発射させることができます。では行きます。あれ、はい、こんな感じで勢いよくディスクが発射されます。じゃあちょっと大きさ比較として、レゴスピードチャンピオンと並べるとこんな感じです。全長についてはほとんど一緒で、高さが2倍ほど違いますね。今回カラーが一緒のフェラーリを並べたんですけど、この並びはかっこいいので個人的には好きだと思います。では残りのパーツを使って、こちらの2体に組み替えたいと思います。今回はこちらのクロコダイルを組み立てます。クロコダイルビークルです。はい、完成しました。いや、このクロコダイルめっちゃかっこいいっすよね。もうほんと見たまんまで、先ほどのバギーカーにクロコダイルが融合した感じになって、めちゃくちゃかっこいいです。ちなみに組み立てにかかった時間はだいたい15分くらいで完成しました。あのレゴドリームズが発売された時、僕これ絶対欲しいって思ってたんですけど、これはもうほんと買ってよかったなって思います。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。ちなみにクロコダイルなんですけど、水色がベースになっていて、差し色に藍色やライトイエローが使われております。鼻の部分にエンジンがついてます。続いて前足はこのようになっていて、前足の造形については結構シンプルになっていて、この部分は前回の Z のメカロボットと一緒のヒンジパーツが使われております。続いて手首はこのようになっていて、手首については前も後ろも全部同じです。続いて後ろ足はこのようになっていて、前足と比べて後ろ足はパーツめちゃくちゃ使われていますね。はい、そして最後尻尾はこのようになっていて、この尻尾が結構長いんですよね。長さ的に言えばレゴスピードチャンピオンの車のだいたい 1.5 台分はあります。ではこちらのクロコダイルビークルの稼働範囲について
について説明します。頭部自体は回転しないんですけど、上顎がここまで動いて、下顎もここまで開くことができます。続いて前足がヒンジになっていて、このようにクリックで動かせることができます。あと細かいんですけど、前足がこのようにピンで回転して、手首がボールジョイントでこのように回転して、爪がヒンジでこのように動きます。後ろ足も前足のようにヒンジになっていて、このようにクリックで動いて、であとは爪もこのようにグリグリと動きます。続いて尻尾なんですけど、特にパーツで固定とかはなくて、このようにグリグリと動きます。あ、取れちゃった。下に尻尾はこんな感じでピンパーツでこのように固定されております。はい、可動範囲を生かしてこのようなダイナミックなポーズを取らせることができます。ヒンジパーツが結構使われていますので、こんな感じで口を大きく開けているポーズも難なくと決まります。一応クロコダイルバギーにもミニフィグを座らせることができます。であとはこのディスクシューターギミックも使えますので、口の中に入れて、でこのまま発射させます。あれでこのまま発射させます。はい、こんな感じです。これワニの頭部がついてるので迫力はめちゃくちゃ増しますね。なんか必殺技のキャノン砲みたいな感じで、すごいかっこいいです。はい、ナイトハンターのバイクと並べるとこんな感じです。一応こんな感じでナイトハンターのバイクをこのように口に加えることができます。これクロコダイルバギーの圧勝ですね。でこのクロコダイルビークルなんですけど、見た目もインパクトもすごいんですけど、実は唯一残念な点があって、それがはい、こちらのバギーのタイヤが丸々余ってしまいます。まあこれはギミックの都合上仕方ないかなって思うんですけど、どうせだったらこのタイヤどっかにつけてほしかったなって思います。まあもしつけるんだったら、例えば前足のこの部分に取り付けたら、なんかもっとかっこよかったんじゃないかなって思います。いや、僕は変形合体ロボでパーツ余るのそんな好きじゃないので、これはちょっと残念かなって思いました。はい、レゴドリームズクロコダイルビークルのクロコダイルはこんな感じです。完成、オフロードカーです。はい、完成しました。前回組み立てたクロコダイルカーから、見た目が完全にモンスタートラックのオフロードカーが完成しました。ちなみにこれを組み立てるのにかかった時間は15分ぐらいで完成しました。まずこちらのローガンのボートを見ましょう。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ボートのベースは前回のクロコダイルの下顎になっております。このボートは少ないパーツでよく作られてると思います。ちなみにローガンを取り外した状態はこのようになっていて、ピン穴がこれしかないので普通のミニフィグを乗せることはできません。本当にローガンみたいなこういうサイズのミニフィグ専用ですね。はい、続いてはこちらのオフロードカーを見ましょう。これ先ほども言ったんですけど、これオフロードカーじゃなくて、もうモンスタートラックみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいです。まあ簡単に言えば、前回組み立てたクロコダイルがオフロードカーに格納されたみたいな感じになっております。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。このモンスタートラックはベースのオフロードカーはあんまりいじらずに、パーツを付け加えただけになっております。正面から見るとこのようになっていて、この泥除け部分がまんまワニの下顎になっていて、グリルの部分が上顎になっております。で、クロコダイルでは鼻だったところがエンジンになっております。で、この部分にクロコダイルの目のプリントパーツがあります。そして前足だった部分が排気口みたいな造形になっております。後ろ側はこのようになっていて、クロコダイルではこの部分が後ろ足だったんですけど、このオフロードカーではバーニア部分になっております。クロコダイルで尻尾だったところが、エンジンのエフェクトになっております。で、テールランプ部分はこのようになっていて、おそらくここがテールランプなんですけど、なんかテールランプというよりかは、なんかもう一つのバーニアみたいになっております。ウィング部分はこのようになっていて、ウィング部分にもパーツが追加されました。タイヤがありますので、このように転がし走行で遊ぶことができて、で、さらに下顎と上顎がヒンジでこのように動きます。ちなみに下顎はパーツ一つでこのように動くんですけど、上顎は二つに分割されていて、このように稼働することができます。そして前の排気口部分もこのように動かすことができます。上までは動くんですけど、これ目いっぱい下に下げるとタイヤに当たってしまうので、基本的に上稼働のみです。続いて後ろのエンジンなんですけど、このように動かすことができて、まあこれもちょっとタイヤに当たってしまうので、タイヤに当たらないぐらいに稼働させることができます。であとはクロコダイルカーで使われていたシューターギミックも使えますので、このように弾を入れて発射させることが、はい、発射させることができます。で、あとは爪が近似でこのように動いて、で、この部分も少しだけなんですけど、動かせることができます。はい、ローガンのボートと、ナイトハンターのバイクと並べると、こんな感じです。あ、ちなみに今回のセットは、このナイトハンターのバイクは、一切組み替えがなくて、一番のメインはオフロードカーになっております。前回組み立てたクロコダイルカーがめちゃくちゃかっこよかったんですけど、このモンスタートラックのようなオフロードカーもめちゃくちゃかっこいいです。これはクロコダイルカーもオフロードカーにもそれぞれ違う良さがあって、これはなかなか面白いと思います。はい、レゴドリームズ、クロコダイルカーの
オフロードカーはこんな感じです。はい、ということでレゴドリームズクロコダイルカーをオフロードカーに組み替えてレビューしてみました。まずこちらのオフロードカーは前回組み立てたクロコダイルカーの手足と尻尾がオフロードカーに収納されているので、なんか見た目がモンスタートラックみたいな感じでめちゃくちゃかっこいいと思いました。前回作ったクロコダイルカーにない良さがありましたので、これもなかなか面白いと思いました。最後になるんですけど、今回作ったオフロードカーと前回作ったクロコダイルカーで僕が好きなのは最初に作れるクロコダイルです。やっぱり見た目のインパクトもそうなんですけど、大きさとか迫力は間違いなく最初に作ったクロコダイルカーの方が迫力がありますので、僕はクロコダイルカーが好きです。で、あとクロコダイルカーもそうなんですけど、このナイトハンターのバイクもめちゃくちゃかっこよかったので、これは本当に買ってよかったセットだなって思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。